電源3種の過去問を解いていると、えー、各配電方式の比較。まあ、要するに、単相2線式に対して、単相3線式はとか、三相3線式はとか、まあ、あとは、えー、三相4線式はとか、そういう配電方式による比較の問題って、えー、ちょこちょこ出てるんですね。で、今回はそんな問題の一つで、えー、平成27年度の 問いの、電力科目の問いの13。この問題の解説をしていきたいと思います。まあ、結構いい問題なのかなって思いますね、まあ。そんなに難易度は高くないんですけども、えー、考え方を間違えると少々おとつぼにはまってしまうのかなと思います。で、この問題は、えー、3層3線式の最大層電,動電力は、炭、えー、層2線式のおよそ何パーセントとなるかと、えー、最も近いものを選びなさいということですね。 で、条件で、3層3線式の負荷は平行しており、えー、両方の配電方式の線路の長さ、あと、導体の材料や胴体の量、さらには送電端の線間電圧、力率も等しいです。と、まあ、ほとんどの条件が等しい。まあ、要するに、電流の大きさしか変わりませんよ。 っってていうことを言ってます今のすごい大事なポイントです。で、その大事なポイントである電流は、胴体の断面積に比例するものとする。まあ、要するに、えー、2倍太い電線使えば、2倍の電流が流れるよ、あ流せるよ、要するに断面積ね。断面積が2倍太い電線を使えば、2倍の電流が流せると考えてくださいねということを言ってます。で、まず、 単相二線式を基準に酸相三線式が何パーセントかと言ってますので、まずは単相二線式の電力の公式書いていきます。あと、ちなみに、えっ、ー、と、図で書くとですね、あの、回路図を図で書くと、こうやって電線があって、まず、あの、炭二線式の場合は、 こうやってやっっててはい。で、えっ、ー、と、送電端なので、ここですね。この電圧 V と、えぇ、ー、コーサインシータですね。まあ、こういう状態です。で、えっ、ー、と、三相の場合は、 はい。こういう状態ですね。で、えー、この間が V、V で、えー、っと、ここも、えー、っと、せっかくじこっちかな。ここも V という状態。で、えー、コーサインシーターですよ。ちょっと上に書きますね。 ここがコーサインシーターですよということを言ってます。で、えー、そうすると、本当に流れる電流ですよね。単、えー、素に流れる電流を i とすると、えー、送電電力は p イコール vi コーサインシーターですね。で、三素はって言うと、えー、公式で、三、えー、酸まあ例えば p' ダッシュといたしますと、これは ルート3倍の V で、流れる電流の大きさは変わりますので、i'cosθ ーー、どちらもワットですね。と求めることができますということです。えー、ということはですね、あのこの式見ると、えー、V、cosθ ーーって一緒なんで、あとはこの i' が何倍かって分かれば、 ま、それに対してもちろんルート3かかっていきますけども、アイダッシュが何倍かっていうのが分かれば出せるということですよね。では、このアイダッシュはっていうと、ポイントはここです。長さが等しい。長さが等しい。で、導体の材料や胴体の量も等しいです。で、電流は胴体の断面積に比例するということです。えー、ま、要するに、例えばですよ、えー、同じ、 で、同じ量であれば、例えばですね、あの、同じ量で同じ本数であれば、長さが同じってことはもう面積も同じでしょってことになるんですが、えー、今回、どう使える量は一緒で、長さも一緒なんですが、本数が違うわけですよね。本数が違います。で、ちなみに、胴体の 使える導体の量全体を1とすると、単層の方は電線1本あたりに使える電線の導体の量は2分の1です。三層3線は当然3分の1になります。それで、長さが等しいんですね。ということは、断面積で言うとですね、反比例するわけです。反比例するわけです。反比例するわけです。 ええと、まあ、もうちょっとわかりやすく言うと、使える動体の量の割合で言うと、炭素が2分の1、全体の2分の1使います。酸素は全体の3分の1使います。っていう比較をするとですね、ええー、この比較としては、そうですね、わかりやすく言うと、 胴体の量で換算するとですね。例えば、まあ、胴体の量は断面積に比例しますんで、断面積 S で行きましょうか。えー、S1 対 S3 としましょう。これが、えー、S1 が1 2分の1、あ、1個、1個ですね。ごめんなさい。これが1 2分の1対3分の1になりますんで、そうすると、S3 って S1 の 三分の二倍ってなるんですね。まあ、胴体の量に比例しますんで。えー、ということは、断面積は、3層のね、3層の酸線式の方は、胴体一本の断面積が単層二線式の三分の二倍である。えー、つまり、ここです、サイド。許容電流も単層二線式の三分の二倍である。ということがわかります。 つまりここからこういうことです。ちょっと赤で書きます。i' は3分の 2i である。ということなんですね。えー、そうすると、えー、p' はルート3倍の v のかける3分の 2icosθ ですね。はい。ということは、ここから式を整理すると、これは、 ルート三分のルート三分の二倍 VI コーサインシータ。で、えっ、ー、と、これ電卓叩いてやると 2÷ 割るルート三なので一点一五 1.15vi、えー、コーサインシータ、えー、単位がワットとなります。えー、つまり、えー、1.15倍である。ということなんですね。で、えー、パーセントで言うのであれば、パーセントで言うのであれば、115% 送ることができますよということなんですね。これすごいですよね。あの、だって使う動体の量も一緒、電圧も一緒なんですよ。で、えー、の方式変えるだけで15%増しで負荷を送れるっていうことですよね。例えばこれ元が 300kW とかであれば、 3 0 0ットの15%ですから、3 4 5ット送れるようになっちゃうってことですよね。胴体の量が一緒だったら。まあ、そら3層で送るわなって感じですよね。あの、でもほとんど3層ですからね。送電、配電って。もう最後の部分ですよね。本当に。最後に、あの、単素3層にして送るってぐらいで、それ以外の部分って全部3層ですから、まあ、そら3層だよなって、こうやってやると改めて、 思いますよね。で、本当に、あの、こういう勉強すると、世の中が三素3戦で送ってるのはなぜか、結構三素ってやっぱり初めて勉強すると複雑なんで、なんでこんなめんどくさいやり方してんだって思うんですけど、まあ実際にこういう問題解いてみると、あ,あまあ確かに酸素を使うの納得だわ。 でなるんですね、まあ、本当に電気ってあの勉強すればするほどいろんなものにつながってって理解が深まっていくんであのどんどん面白くなってくると思います。は、ま、じ、あ、めは本当にね分かりづらくて難しいんですけどもぜひ、まあ、ですねあのどんどん勉強していただければと思います。まあ、結構あのこのタグイの問題って、まあ、形はいろいろ違いますけども出てきますのでぜひ、えーえー、覚えていただければと思います。えー、それでは、えー、今回の解説はここまでとさせていただきます。 えー、当センターの YouTube では、電気工事士、電験三種のお役立ち情報が満載です。えー、まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、それでは、えー、最後まで動画をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。